韓国マコトシン女子大学のソギョンドク教授は、在韓日本国大使館がムンジェイン大統領からの旧正月ギフトに竹島が描かれていたとの理由でそれを返送し抗議したことについて、明白な領土挑発だと批判した。助教授は24日午前、自身のフェイスブックに在韓日本国大使館の旧正月ギフト返送に関して言及した。在韓日本国大使館は去る21日、韓国大統領府がムン大統領夫妻名義で総保氏宏一大使に送ったギフトの受け取りを拒否し返送した。ギフトの箱に描かれた日の出の背景に竹島が含まれていたとして、歴史的事実に照らしても、国際法上でも、日本固有の領土で到底受け入れられないと韓国政府に抗議した。助教授はこれ以外にも、日本の林芳正外務大臣が去る17日の外交演説で竹島は日本固有の領土と主張したことや、トンガでの海底火山大規模噴火で日本の気象庁が津波警報を発令した際、竹島を自国の領土として表記したことなどを事例に挙げた。助教授はこうした日本政府の行為は明白な領土挑発。すなわち、特等を国際紛争地域に作り上げるための小細工戦略と一括。また、我々がこうした日本政府の小細工に振り回されず、特等を守っていく最高の方法は文化観光コンテンツを活用した対外的広報を強化することとし、現在、世界の人たちは経営コンテンツに大きな関心を持っており、特等を文化的に自然と紹介できるようにし、特等観光を活性化させて実効的支配を強化することがとても重要だと強調した。続けて、日本政府が絶対にできないことを我々が特等で作り出していこうという話とし、特等は歴史的、地理的、国際法的に明白な大韓民国の領土だからだと付け加えた。一方、韓国大統領府は在韓日本国大使館のギフト返送について特別な立場は明かしていない。